坂本理恵ママの演歌道。皆さんお元気ですか。市川市の演歌歌手坂本理恵です。今日は12月21日水曜日ということでですね、坂本理恵ママの演歌道涙の最終回です。って感じなんですけれども、今日はですね、年末に食べたい牛すじ煮込みを作ってみたいと思います。それではどうぞ。ありがとうございます。牛すじ煮込みいかがでしたでしょうか。とても美味しいですし、ポイントは牛すじを 2,3 回下茹でして、あの獣臭い感じを取り除くっていうところがポイントでございます。そしてですね、2020年2月から始まりました坂本理恵ママの演歌道なんですけれども、今日で最終回ということで、2年10ヶ月にわたりまして、たくさんの皆様、そして地元の放送局のスタッフの皆様には大変お世話になりまして、この場をお借りして感謝申し上げます。どうもありがとうございました。
当にこのコロナ禍になって約、ね、3年になりますけれども、自分は、ね、この3年間何やったんだろうなということを理解するんですけれども、本当に特に何もしてなくて、ただ一つこの YouTube を始めたことで自分で動画を撮って、そして編集をするという技をですね、勉強して身につけられたことがかななんて思います。このね、身につけた技を今後も生かして何か制作活動をやっていけたらいいなと思っております。はい、2022年もですね、残すところあとわずかとなりますけれども、皆様、年末慌ただしくて慌ててね、怪我したり転んだり、また病気になったりしないように、ぜひお気をつけてお過ごしください。そして、今週末はね、クリスマスがやってきます。楽しいクリスマス、そして素敵な年末年始、お正月を迎えて素敵な2023年にお互いしましょうね。それではありがとうございました。バイバイ、元気でね。